さあ、やりますよ、森脇さん。やりましょう。はい。ちょっと行きましょう。行きますよ。どっから入りますか？今日は、森脇。なるほど。100の質問。よっと来た、いや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 。100も聞いちゃうの？もう。100の質問行きましょう。丸裸になっちゃうの？いやー。さあ、行きましょう。っていう。まあ、どんどんちょっと答えながら。ちょっとスルスルやね。ティッシュどうしますか？え？入れといたままに。ティッシュはちょっとこのまま置いといてください。なんかあったら鼻すぐ噛むんで、もう鼻ペッペッペッペってやるんですか？やるんで。ちょっと噛んでもらっていいですか？噛んでもらっていいですか？噛んでもらっていい？はい。これ意味あった？ないです。これ捨てといてください。どうぞ。お願いします。お願いします。100の質問ですね。100の質問。オッケー、丸裸になっちゃう森脇亮太だっていう。いきますよ。そういう感じね。オッケーです。はい。はい。森脇さんが、はい。一番仲いい、はい。J リーガー選手は、一番仲いい J リーガー選手？はい。めっちゃむずい。一人あげれんな。何人かでもいいですよ。何人か？はい。それこそ、マッキーの、今ヴィッセルにいるマッキーの、で岐阜に行った宇賀神選手、興梠選手、柏木選手で李忠成選手、石川周作選手、千葉和彦さん3人やってたから千葉和彦さん、千葉ちゃんもなんかサッカーから離れた感じになっちゃって、違う違う、千葉和彦選手。なるほど。あと、横竹翼選手。ほう。わかりますか？今なんか、わかっていうハテナが。サンフレッチの選手。そう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 。わかりますよ。はい。そこの選手とは、よく連絡は、取りますか？取り合いますね。なるほど。じゃあ、はい、日本代表で仲いい選手、はいはい、日本代表で仲いい選手、はい、まあ本田圭佑選手、はあ、長友佑都選手、大迫勇也選手、イニエスタ選手じゃないですよ。ごめんなさい。あ、そうなんですか。今ね、ちょっと強がりました。あの、嘘です。嘘。嘘というか、ただ僕が単にインスタフォローしてるっていう。今のインスタフォローしてるっていう。インスタフォローしてる方です。はい、わかりました。じゃあ、森脇さん行きますよ。はい、どんどん来てください。はい、好きな食べ物。好きな食べ物。食べ物でしょ？選べないよ、涼介。もう多すぎて。愛する奥さんが作ってくれるピーマンの肉詰め、なんか椎茸の上にハンバーグというか肉団子というか、そんなの乗ってるのも好き、レンコンで挟んだのも好き。奥さんが作ってくれた、奥さんが作ってくれた、奥さんが、奥さんが作ってくれる。嫌いな食べ物はないですか？嫌いな食べ物、これがね、ないんですよ、森脇亮太。強いて言うならセロリをそのままパクっていくと、うわっ苦っていう、そういう感じだけかな。何でもバク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 ンチョっていう感じで食べますよ。はい、ありがとうございます。どうもです。ありがとうございます、はい、森脇さんの、はいはい、出身は、森脇選手の出身は福山市。指差してるけど、ここは愛媛県松山市なんだけど、違いますよ。福山ですね。はい。福山市ですね。広島県福山市。はい。はい、いい温泉がある都道府県は、いい湯だな、は、松山ですね。好きな都道府県は、難しいよ、涼介。好きな都道府県もいっぱいあるじゃないの。今まで僕がプレイヤーとして過ごさせてもらった、地域もね、大好きなんで、あと沖縄も好きだな。本当に沖縄に行くと、もうダンスを。次行きますよ。次行っちゃうの？はい。はい、次行っちゃうのね。今年の、野球の優勝しそうなチームは？野球の優勝しそうなチーム。パリーグはですね、これは本当に、はい、絶対優勝してもらいたいチームがあって、はい、そのチームはなんと、ビッグボス！新庄監督のいる、日ハムに、ぜひ優勝してもらいたいなと
いうふうに思ってますね。やっぱりあんだけねこう盛り上げて、盛り上げてる監督がいる、またチームがいるっていうのは絶対結果出してもらいたいなと、うんうんうん、こういう思いが強いんで、やっぱりね、結果出すことによってさらに盛り上がるというふうに思ってるんで、必ず優勝してもらいたいなと。ビッグボス新庄監督、ぜひ優勝目指して頑張ってもらいたいなと思います。そしていつかチャンスがあったら、さあそう天ジャン TV にご出演よろしくお願いしますね。涼介、ちょっとビッグボスさんを呼べるまで頑張ろうよ。一回アポ取ってくださいよ。アポ取ってみようか、はい、ちょっとお願いします。日本ハムファイターズに、はい、いけますか。ちょっと行ってみますよ。今度行けます。電話で頼みます。ちょっと一回チャレンジしてみます。そうですね、多分3秒で断られると思う。いや、断られるところまで行ければもうすぐそこじゃないですか。いいってことですね。もう結構そこそこ行けるってことですか。まず電話を取ってもらえるかどうかっていう。そうですよ。なるほど、はい、大事ですよ。ちょっと行ってみます。はい、はいはい、じゃあ次行きますよ。はい、あの勉強系行きますよ。勉強系、はい、スタディー、スタディー系行きます。スタディースタディースタディーね、はい、スタディー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 っていう、なんかなかった。ああ、ちょうどいいんじゃないですか。ちょうどいいの。はい、うん、ちょっと行ってみましょうよ。はい、中国の人口は、はい、中国の人口、はい、分かるわけないでしょ、涼介さん。なんとなくでお願いします。なんとなく、はい、日本は、じゃあ日本、はい、何人ですか。日本は何人、1億人はいるでしょ。だっていないか。大体1億ぐらいですか。53、1億5000ぐらいいるのかな。違うな、いない。日本は1億ぐらい。1億ぐらい、うん、中国は、中国は多分だいぶ規模もでかいし、土地も莫大にバーンってでかいんで、多分5億人。なるほど、はい、5億人です。中国人の方、中国12億人。12億、倍なんすか。それぐらいですね。なるほど、はい、5億じゃなかったんですね。はい、すいません、当たってると思ったんだけど。いい、大丈夫です。残念。ちょっとじゃあね、はいはい、はい、今年 J3 で、今年 J3 で優勝しそうなチームは、もう間違いありません。愛媛 FC です。間違いない、間違いないです。これは、はい、もうこれはね、皆さんに、約束したいなと。約束って結構難しいところではあるんですけど、まあ、必ず優勝してる J3 でチャンピオンになってる愛媛 FC をね、見せたいなと思います。わかりました、はい、ありがとうございます。はい、ちょっと待って、あくびしちゃう。行きましょう。行きますよ。ちょっと待って、目がかゆいぞ今。もう花粉かなこれ。うん、もうちょっとなんか目がやられちゃってる。なんかこうルーティーンとか、ルーティーンありますか。待って、ゲームしちゃった。ルーティーンとかありますか。ルーティーンは昔あったんですけど、最近もうルーティーンをなくしましたね。今はもうないですね、そのサッカーに関してのルーティーンは。ただ強いてルーティーンを上げるとしたら、ホテルとかに入ったら、自分が落ち着くような空間に、整えるっていうのはありますね。結構机の上に並べたりするのが好きですね、はい、それがルーティンですか。それがルーティンですね。ありがとうございます。こんなもんでいいですか。全然、はい、すごくいい、あ、いいですね。ありがとうございます、はい、ます、すみません。ムイトモーンっていう感じですね。ちょっと本当にいいですね。あ、もう一回やってもらっていいですか。ムイト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 ボーン。ありがとうございます。まだす、はい、そういう感じですね。じゃあちょっとまた変えますよ。はいはい、はい、サッカーで涼介さんを抑えることはできますか。サッカーで涼介を抑える、はい、できなきゃダメでしょ。ああ、これは余裕ですか。余裕ですよ。もう 目つぶってディフェンスできるかもしれない。涼介目つぶって、うん、でもこう開ける、うん、開けてるかもしれないけどね。開けて、うん、開けながら片手で、うん、片手でファッっていう感じでね、
それこそ今度、はい、誘ってんじゃん TV チーム、はい、やりましょうよ。おもうサポートしていただいてる佐藤亮介 VS この誘ってんじゃん TV のガヤ担当森脇亮太の対決でやりますか。じゃあやりましょうよ。サッカーサッカー勝負しましょうよ。いいその1対1で例えば10本中シュートとか1対 1?1 対1、はい、1対110本中2点、いや1点でも決められたらキーパーありですか。その前にミニゴールみたいなの、まあ、ミニゴールでしますか。じゃあミニゴールみたいなの置いて、はいはい、そこにゴールを1点でも決められたらもう僕何でもしますよ。 OK です。凌介の言うこと聞きますよ。金髪アフロで。金髪アフロ、金髪アフロにしよう。いいですか。もうこれ以上ボン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 っていく、はい、いいですよ。いいです。何でも聞きます。ちょっとやりましょうよ。今のところじゃ余裕で抑えれるってことですね。余裕ですよ。ちょっと言葉は悪いですけど。いいですいいですよ。これはねやっぱりプロ J リーガーとしてプロサッカー選手として負けるわけにはいかないです。なるほど。はい、やりましょうよ。さすがです。わかりました。 OK、 ありがとうございます。楽しみです。ありがとうございます。じゃあそれちょっとじゃあ企画しましょう。了解です。はい、やりましょう。ぜひ。はい、以上になります。ありがとうございました。以上ですか。ありがとうございました。なるほど。意外と100も早かったですね。いやもうこれは結構、うん、聞いて社会勉強になりました。でもだいぶさ、はい、多分カットするでしょもう。いやいや佐藤さん頼みますよ。もう盛り上げるのは散々ここまで喋ってきたんですから。もう3時間ほど3時間ほどは喋ってまあないんだけど、はい、全部面白いところ入れてくださいよ。わかりました。あ、いい湯だな道具とかっていう。じゃあ好きな県は愛媛でいいんですね。好きな県、はい、好きな県はだから愛媛県も好きで。愛媛は好き。好き。もう愛媛チュッ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 って感じ。もうで広島も好き、うん、もういっぱいあるの好きなの。なるほどね。本当に選べないもう選べない。もういろんな人を好きになっちゃうんで。もうごめんなさい。なるほど。それも仕方ない。仕方ない。もう、うん、どうしてもそうなんです。そうそう。凌介も好きだし、もう A さんも好きやし B さんも好きやし C さんも好きやし、うん、選べない。選べない。わ、うん、かりました。了解です。もう聞き足りないことはないですか。101問目ないですか。とりあえずはい、とりあえずはいいんだね、はい、ありがとうございます。まあまあまた今度っていう感じですね、はい、皆さん森脇亮太クエスチョン100いかがでしたか。楽しかったかな。凌介100万いったんじゃないですか。いったかもしれないね。ちょっと皆さん100万再生いくように皆さんちょっとお力添えをぜひちょっとよろしくお願いしたいなと。森脇亮太誘ってんじゃん TV がねより多くの方に広まっていくように皆さんぜひお力添えを、お力添えを、清き一票皆さんよろしくお願いします。もし誘ってんじゃん TV 面白いなって、思われてる方いましたらぜひお友達とかね家族の方にも広めていってもらいたいなと思います。そんな気持ちだよね凌介ね。ありがとうございます。はい、本当にまたね、101問目はね、いつかのタイミングで撮っていきたいなというふうに思ってるんで皆さん、もし質問クエスチョン聞きたいことなどがあればやってほしい企画とかね、やってほしい企画も含めてね、あればコメントとかまたツイッターの方に ね、上げてもらいたいなと。それね皆さんが上げてくれたら僕もね、ツイッターの方とかで、コメントを、お返しできればなというふうに思ってるんで皆さん誘ってんじゃん TV チームを今後ともぜひよろしくお願いします。今日は皆さんたくさんご視聴ご清聴していただきありがとうございました。それでは皆さん、バイバーイ。